え、何何何何何え、うわ、え、すごい、え、温かいよ。パパ何やっとると、何しちゃうの？パパね、黙祷しとったと。なんで、なんで？あのね、3月11日って何があった日か知ってる？うん、知らんよ。そっか、もしかしたら学校で習うかもしれないけど、うん、10年前の3月11日に東日本大震災っていう大きな地震があったんよね。その地震で大きな津波が来たりとか、火災でものすごく火が広がったりとかして、2万人以上の人が亡くなってるんよ。その東日本大震災から5年経って、今度は熊本で大地震があったんよ。あ、それ知ってる、うん、覚えてる、うん、知ってる。寝てる時に、うん、なんか揺れた気がする。そう、その時思ったんよね。もう地震ってやっぱり日本中どこで起こるかわからないなと思って、うん、日本はなんか地震が多い国らしい。そうそう。それからね、玄関の横にお水と非常食をこう置くようになったんよね、うん、あればね、やっぱり役には立つと思うんだけれども、いざ避難しようと思った時に両手に抱えて逃げないといけないから、逃げにくいっていうのと、水と食料だけでいいのかっていうところやね。まあ、ママともね話して、まあちょっとどうしようかなとか思ってたんだけども、そんな時にね、案件で防災グッズをいただきました。なんと、ちょっと持ってくるね、こっちゃん。地震がね起きたらね、こっちゃんね暴れちゃいけないよ。すぐにね、しっちゃんの方に来るんだよ。こっちゃんだけはね、絶対に死んでほしくない。うん、こっちゃんだけじゃないよ。こっちゃんもね、今からね避難訓練とかもするから、揺れたら机の下に隠れるって覚えてね。ねえ、早く持ってきて。はい、持ってきましたよ。お、かっこよくない？なんかちょっと見して。あ、かっこいい。かっこいい、パパ。緊急避難グッズって聞いてたから、いかにもっていうか、うん、普通になんか、普通にスタイリッシュっていうかさ、おしゃれだよね。こっちゃん、誰か、ちょっとこっちゃん、こっちゃん、どうですか、これ、かっこいいじゃないですか。見て、めっちゃさ、スタイリッシュよね、うん、そう、このね、エマージェンシーって書いてあるところなかったら、普通にビジネスバッグじゃない、うん、そうね、まあ、あと反射材が結構ついてるから、避難用って感じがするよね。なるほどね、反射材、考えられてる。そうそうそう、なるほど。この中にね、なんとね、避難グッズが30種類は入ってます。この中に。パパ、さっきさ、お水と食料って言ったけど、うん、あと28種類。救急箱？そう、救急箱とかも入ってるんじゃないかな。懐中電灯。懐中電灯もあると思う。まあ、そういった何個か思いつくと思うんだよね。でも、30個も、こちげ。こちげは、安心するように。いや、でもね、そういうのはね、意外と役に立つかもしれない。避難生活はね、ストレス感じると思うな。ちょっとね、パパ暑いからコート入れてみます。ちょっとさ、出してみようか。もうこっちがついてる。これさ、下からも出せるようになってて、ほら、なんかね、これファーストエイドって書いてあるね。つまり、応急処置。まあいいや、上からじゃあちょっと出していこうかな。じゃあ、そう出そうか。出して、並べて、うん、これは非常食かな。非常食かね。5年間保存できるらしい。ベーカリーっていうことは、あとはね、ついたのは何？羊羹とか書いてあるよ。手を汚さないスティックタイプの羊羹だって。へぇ、栄養補給もいいかな。このパンが何種類か入ってるの？パンがね、缶詰のパンが4個あります。はい、手袋？あ、分手が入ってる。脱出とか救助、作業、あと防寒対策。なるほど、分手ってそんなに完全性がある。もう1個ある、分手、大人2人用ある。トイレセットもある。これも、はい。あ、トイレセット。なるほど、確かに大事だ。アルミブランケット。冬は防寒、夏は防暑対策。カイロ欲しい。うんうん。なんか5年も使える。期限が長いよね。うっかり期限を切らすままでも安心だ。前なんか期限切れのカイロじゃ使ってないけど。これなんだ。あ、これセットだ。食品を温めるのに使うんだって。そんなのがあるの？水。おー。500ミリが6本入ってます。大人の体拭きとかあるよ。うん。あー、お風呂入れんもんね。そうだね。これも水だね。3つ、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 3つ
うちさ、今置いてる水ってさ、2リットルの水なんだけど、こうやって小分けにしてる方が、まあ、衛生的にもいいし、何かちょっと持ち出したいっていう時もね、500ミリだったら持ちやすいし、うん、水めっちゃいっぱいある。水ってなんかね、食料よりも大事らしいよ。水なかったらすぐ死ぬらしい。食料はね、ある程度我慢できる。水はね、我慢できる。ろうそく、燃焼12時間、長時間の照明にろうそく。いやんだそれ、うん、なんだこれ、この発想はなかった。電気を使えなくても、うんうん、呼び込む、助けを呼ぶってこと。ピーってあのストラップみたいなのがついてるから、このカバンのところにストラップをつけるところがあるんで、そこに多分もつけとくんだろうね、うん、そしてこの ID カード、ここに自分の情報を書いて、まあどっか持っておけば、あんまり考えたくないけど倒れて気を失っている時にこれを見てくれた人が連絡先とかも分かるし、何このちっちゃいの、家族に連絡取ってくれるとか。何これ、何かちっちゃいの、これは乾電池。なんか中にね、ラジオとかライトとかこんな感じのやつがあるから、これに使うやつじゃないかな。これなんだ、耳栓と、枕。これは何、ハンドジェル、手をきれいにするやつだね。アルコールジェルです。アイマスクもあるんだ。避難所で寝るときってやっぱストレスで寝にくいんだって。これさっきのじゃない、これちょっと開けてみようか。よいしょ。骨折した腕を支えるやつ、ガーゼ、テープ、綿棒、ハサミ、めっちゃちっちゃいハサミ、ピンセットかな、うわー、ある。そしてあとね、絆創膏ありますよ。絆創膏大事だよ ね、ママこのハサミめちゃくちゃちっちゃくない、ね、アルコール、そしてなんかね、あ、これなんか色があるな、なんだろう、バンド、そして安全ピン、マフラーもう一個本当だ、ラジオ、あ、そう、それがね、優れもの。これなんとね、ここに書いてあることだけど、ライトにもなります、もちろんラジオになります。で、スマホの充電ができる、でスマホだけじゃなくて、なんかね、いろんなガラケーのアダプターとか、あと iPhone とか Android もできるはず。これは USB Type-C です。これはね、ガムテープ、いろんなものに使えるのね、いろいろ貼ったり、怪我してこう押さえておかないかいかん時とかにも使えるし、なんか中途半端に開けられてる。シャンプーがある。まだある。それはね、水のいらないシャンプー。やっぱり入れないからね。これなんだろう。あ、すごいこれ。あの、マルチツール。ナイフ。うん。ちょっと待って、ここに書いてあるよ。ナイフ、缶切り、栓抜き、ドライバー、スクレーパー。たくそれだ。あの、いろいろ剥がすやつだな。給水バッグだって。どっかで給水ができればこれにね、水入れて持って帰れる。最後かな、これ2つ。まず緊急連絡シート、裏は伝言ダイヤルなどの利用方法、ネットで調べればすぐ分かるみたいなのあるかもしれないけど、災害時には必ずしもネットにつながるとは限らないんで、こういうのがあると嬉しいね。そして防災アドバイス、地震が起きたらどうするか、外出先で地震が起きたらとかいろいろ書いてある。あとはこれだね、中に何が入ってるかって言いますか、ちょっとこんな感じになったね。すごい、すごい、いっぱい入ってる。こんな量があんなに入ってるの。そうそうそう、これね、防災士っていう防災のプロの人がこれ選んだんだって。その実際に被害に遭った人の声を聞いて、これがあって便利だったとか役に立ったっていうのを、まあ、何でもかんでもね、詰め込んだら入りきれないし持ち運べないから、その中で厳選してこれだけは用意しようというのがこれです。すげえ、やっぱうちらはさ、その実際に震災を経験しないけん、実際に何がいるかっていうのがいまいち分からんもんね。そう、すごいよね、こんなコンパクトなさ、ブランケットとかもあるんだよ。やっぱ実際に寒い思いをしたとか、そういう経験がないと思いつかないもんだよね、うん、そうだね。もうあっちゃうで、水と食料くらいしか思いつかない。震災を体験した人の経験と対策、それから自分たちのこう生存確率、そういうものがこのバッグに詰まっている。これ多分5年ぐらいで期限を迎えちゃうから、5年経つ前、4年経ったりとかしたら、一旦これ持ってさ、キャンプとか行ったら面白いんじゃないかな。実際にね、これを使ってね、そうすると、ああ何も起きなくてよかったなっていう感謝もできるし、実際に使って次にもし何か震災があった時、災害があった時に一度使っていれば、
こうスムーズに使えると思うんだよ。こういうのとかね、防災訓練ちょっとやってみようか、うん、ここから脱出するっていうやつやるぞ、やるぞやるぞ。あ、忘れとったけどマスクがあった。大丈夫かな。あ、でも津波が来るかも。逃げようよ。え、ちょっと待って、こっちゃんあん中にいるよ。この中入って、早く。よし、じゃあ避難グッズを持つね。うん、よし、よし、行くよ。こっちゃん、連れて行って。よいしょっと。あっちゃん、もう、はい、あっちゃんも、慌てないで、もう。はい、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 避難所へ向かおう。さあ、避難所に着いたよ。かっちゃんもね、ちゃんとね、連れてきたしね。うん、よし、じゃあさあ、お腹すいたなって書いて。ちょっと待って、誰かこれ置いて。ちょっと気になってたアルミブランケット、着替えてみようかな。え、なに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 、え、すごい、え、これさ、え、あ、いや、でもね、あったかいよ。手おいで。あったかない、なんか。あったかいよ。手の甲をこうやってしたら。多分ね、自分の体温であったかいんだけど、熱が逃げない。どうですか、避難所生活が快適ですか。うん、まあ、家ほど快適ではないけど、なんもないじゃん。快適ではないよね、避難所は。え、お、お、あ、こうだ。おお。こんな感じなんだ。なんか想像と違った。思ってたのとちょっと違った。違ったね。うん。こんな感じなんだ。美味しそう。食べてみたい。食べてみたい。いただきます。まあ普通の食パンの味。おお。あ、パパに食べさせて。あっちゃんも食べたい。でもめっちゃめちゃめっちゃいいね。あ、めっちゃオレンジ。うん、めっちゃオレンジになる。こっちは普通のパンになる。パン美味しい。味がないとダメかなと思ってるけど、意外とクレームも美味しい。これ朝ごはんでいいよ。温めると美味しいらしいよ。でも電気が使えない場合は缶のまま太陽光で30分当てるんだって。そんな食べ方が。なるほどね。避難グッズっていうのはなかなかね、こう自分だけは大丈夫っていう気持ちが働いて、なかなかこうそういうのは難しいかなと思うんですけれども、日本は地震大国ですから、いつどこで何が起こるかわからない。明日は我が身一家に一つあると安心して暮らせるんじゃないでしょうか、うん、それではバイバイ。にゃーふなんだってちょっと待って、まだ口の中にパンが入ってるのに喋らないでくれる？